皆さんこんにちは看護師のしきです今日は母性看護実習の実習に役立つ勉強のポイントをご紹介したいと思います今日の動画では母性看護実習の対象となる患者さんの特徴実習先の特徴 患者さんを受け持ったた時に役立つ知識といいう流れでお送りいたしますねこれからご紹介する内容はどこの学校の母性の実習でも絶対に使うだろうという知識をピックアップしたんですが勉強する内容は実習先の病院であったりまた担当する患者さんによってもどうしても多少違いはあるので。 実習が終わった方でここも勉強しておいた方がいいよというポイントがあったらぜひコメント欄で教えてくださいねみんなで一緒に実習を乗り越えられたら嬉しいです実習で担当する患者さんはまさに出産直前もしくは産後の患者さんが中心となります ということで母性看護実習で担当する患者さんの特徴は健康レベルの高いそしてセルフケア能力の高い患者さんということですね経過が正常である患者さんを担当することが多いので何をアセスメントしたらいいのかわからないという声を多く聞きますそこで役立つ視点を患者さんを受け回った時に役立つ知識のところでご紹介しますね 母性看護実習で対象となる患者さんは大きく4つに分類することができます妊婦さん、産婦さん、女婦さん、新生児ですね妊婦さんは妊娠中ということで周数に応じた母体の変化 お腹の中の中赤ちゃ体はどう変化していくのか身体的な変化だけではなく精神的な変化もしっかりと抑えておきましょうあとは周数に応じた検査どういう指導があるのか。 そして胎児のの発育状況などが勉強のポイントですね実際どういう変化があるのかというのは詳しく説明したいところなんですがすごく長くなりそうなので今日は勉強のポイントだけをまずはお伝えしますね。もしもっと詳しく説明した動画も見たいという方は是非動画にグッドボタンを押していただけると嬉しいです。 サンプさんは分娩第1期から第4期までの患者さんです。勉強のポイントは分娩第1期から第4期における母体の変化、この分娩第何期というのは国試に出ます。今勉強しておくと、国士勉強にも役立ちますよ。分娩第1期から第4期までの第1の状態、そしてその時の賛否さんの過ごし方ですね。 呼吸法であったりお産をこう促すためにはどうしたらいいのかという声掛けなどが勉強のポイントです出産後の直婦さんと新生児については患者さんを受け持った時に役立つ知識のところでご紹介しますね母性の実習は主に三つの実習場所があります外来、分娩室、そして病棟ですね外来は主に妊婦さんが妊婦検診のために訪れます 産婦人科の外来は婦人科系の疾患を持つ患者さんも訪れるのですが母性の実習では妊婦健診を見学することが多いですね。 妊婦健診の大きな流れはまず患者さんは血圧や体重を測定します。尿検査もありますね診察室では患者さんは内診台あの足をぐっと広げるやつですね。内診台に上がって先生の内診であったりエコー検査その検査結果をもとに先生からの説明があり助産師さんとのお話しする時間があります。助産師さんはは不安ななななことはないかなといいかう精神的なケアであったりその妊娠 している期間に応じて気をつけることなどを妊婦さんに指導したりします。続いて分娩室。病院によっては陣痛室と分娩室と分けられているところもあれば、LDR といって陣痛から分娩そして出産後2時間後までを同じお部屋で過ごすというお部屋もあります。 文娩室や LDR ではお産の見学がありますねまさに本当にお産が進んでいるという患者さんのもとで見学を行うのでその時って患者さんは本当に一番苦しい時期でもあるじゃないですかなのでどういうふうに見学するのかというのは事前に指導者さんや先生に確認しておいた方がいいと思います 私が見学した時は患者さんのこう苦痛がですね、少しでも軽減できるように声掛けをどんどんしてあげてね、と言われたのを今でも覚えていますね。最後に病棟。患者さんがいる病棟に加えて、新生児室と授乳室があります。 新生児室は分娩後から団員まで新生児のケアをするお部屋です。母子同室といって赤ちゃんとお母さんが生まれた後同じお部屋で過ごす病院も多いんですが、そういう場合でもですね、毎朝決められた時間に新生児は新生児室でバイタル測定やあと横断の有無など体に異常がないか観察します。医師の診察も行われますね。新生児室は見学もしますし、担当している患者さんの後 赤ちゃんに異常がないかという観察もするので、新生児の観察項目を調べておく必要がありますね。授乳室は職務さんが授乳をするお部屋です。ここでは助産師さんが職務さんへ授乳の指導などを行いますね。 皆さんは担当する患者さんに付き添って授乳室に行くことが多くなると思いますなので授乳のポイントも勉強すする必要がありますねまたこれに加えて大きい病院では NICU 新生児集中治療室がある場合もあります ではここから患者さんを受け持った時に役立つ知識をですね、直府さん編と新生児編に分けてお送りしますね。直府さんはですね、分娩の疲労もありつつ、出産の喜びであったり、あと無事で終わったという安堵感などがある状態です。 大切なことは患者さんの体の変化であったりあと精神的な変化ここをしっかり捉えながら情報収集を行っていくことが大切ですね多くの場合は経過が正常であるためなかなかアセスメントし辛いという学生さんもすごく多いんですがそこで皆さんに伝えたい大切な視点というのは退院後の生活で何か不安なことはないかということですね入院中はですね身近に看護師さん助産師さんがいるのでわからない ことがあったら何でも相談できます。退院してしまうと病院のような環境ではなくなってしまいます。ということで。 授乳や育児、家族のサポートですね。他には体の変化、例えば後陣痛であったり、エインフイの痛みはどうなるかなど、患者さんはどう思っているのか、ということを情報収集していけるといいですね。そして一つ一つアセスメントしていくと単位指導に必要なことは何かということが見えてきます。ということで、出産後はどういう変化があるのか、産塾の経過はですね、絶対に皆さん勉強しておいてください。産塾の 経過はですね国使に持ってます赤ちゃんが生まれた後は子宮復興といって子宮が妊娠前の状態に戻ろうとしますそのため患者さんの観察項目として子宮底の高さオロの変化や量ですねこの辺りを観察します 合わせて子宮復興が遅れた状態である子宮復興不全についても勉強できるといいですね続いて大事なのは授乳指導おっぱいの状態であったり乳汁分泌の変化授乳の姿勢乳頭の含ませ方お乳にいい食事の指導など短い間で患者さんに指導することはたくさんあるのでここをしっかりと事前に勉強できるといいですねバイタル測定で特に気をつけたいのは三直熱お産の あと24時間以降三塾10日以内に2日以上38度以上の熱が続く場合を言いますこのあたりが勉強しておくと実習に絶対に役立つ知識ですでは新生児については何を勉強したらいいのか赤ちゃんは見ているだけでも癒されますよね新生児を観察するときは正常な範囲から逸脱していないかという視点が大切になります ということで事前に勉強しておいた方がいいのはバイタルの基準値成人と異なりますあとはバイタルの測定方法また特徴的なのは生理的体重変化あとは生理的横断ですねあと赤ちゃんはお吐しやすいのでその正常ですねまた目浴は絶対すると思うので目浴の注意点をピックアップしてイメトレしておいてください。 実習前の演習で人形を使って練習すると思いますねということで今日は母性看護実習の前に勉強しておいた方がいいポイントについて一気にご紹介しました皆さんの看護実習を全力で応援します今日の動画が役に立ったよと思ってくれた方はぜひグッドボタンとチャンネル登録お願いしますそれでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう